かしいな姉ちゃん、おかしいな姉ちゃん、めっちゃウケてる、めっちゃ笑ってるな。あなたが言ってくれたの？すごい。なに？ハローだよ。え、ハロー？ちょっと置いてかないでよ。え、え、え、え？あんたたちから？メイベリンさんからです。あ、え、すごい。かわいい。どこなの？M M Y。ニューヨーク。ヘイセフラミンゴ？あ、あ、おお。ヘイフラ、ヘイフラ、ヘイフラ、ヘイフラだ、ヘイフラだ。パズルみたいに謎解きに来たお母さんに、ヘイフラ、ヘイフラ。こんなにいいんですか？すごい。ベイベリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これなんだろう、美味しそう。絶対うまいよ、だってもうチーズの絵描いてあるもん。でも、お腹空いたね。やばいやばい、ちょっと、お腹空いてきた。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、続きます。人生本当にね、そうだよ、うん、うまくいくって思うな。じゃあダメだね、うん、これもダメか、うん、見たいだけなの見たいだけのダメか
ダメなんだよ。何も悪い気がねえ。そして、あ、ラブラブカップル。ラブラブカップル羨ましい。あ、ほら、私なんか耳に虫入ってきちゃったよ。うん、ほら、見て、汚ね。もう帰ろ帰ろ。もう帰ろ帰ろ帰ろ。感想教えてって言ってたよね。姫。なんか行かなきゃ行かなきゃ、ごめんね。パワーパフガールズ変身。Ah, really? Oh, yeah. I know. I love it. Shaker. Yes, yes. Yeah, it's really good. Yeah, yeah, you need to shake. I have a. 持ってるよ。Mm-hmm. Oh, you do. I have a too. Are you wearing it now? ちょっと違うかも。Mm-hmm. Mm-hmm. So now, now. Yes, yes. Nudie, nudie color. Ah, okay. Looks very nice. Yes, yes. Thank you. 助けてあげたわ。Yeah. Thank you. Oh, thank you. 助けられた。素晴らしい。Good job. Face, lip.Eye, mascara, eyeshadow, all the projects. All design. Japan. Oh, designer. Cute color. Yeah, it was so cute. It was very successful. Successful. Yeah. Are you successful? Yeah, successful. Ah, successful. Thank you. Senpai, these are your desks. Wow.ここが私のデスクだ。よろしく。あ、私のとこにキーボードがない。すいません先輩、私のとこにキーボードありません。あんたにはキーボード早いってことよ。どうしよう先輩。これってはいはい、こうですね。これってこれってはいはい、こうですね。あ、ソーリー、すいません。いいやつ。あなたよりいいやつ。繋がってるしな、それって、うん、これ多分 Bluetooth で。なんか定時で、はい。あ、私のところに電話ない。橋本さんから内線4番よ。ちょっと待って、私のところに電話ない。なんかそんなに役立たなそうですか。私逆に仕事できんじゃない。逆に仕事できん、うん。ごめんなさいね、電話出るわ。Good morning. Oh, mascara. Big mascara. Japanese company. How big? Oh, 70 meter. Okay, okay. It's funny. Okay, okay, sure. Welcome, welcome. Okay. 日本の企業から70メートルのマスカラを作るようにと。はい。2週間後に飲みです。YouTube のドッキリで使うみたいです。チャンネル名は、チャンネル名がでんでん虫ころグラッシュベルです。チャンネル登録者数が68万人。はい、でんでん虫ころブラザーズ。はい、あ、でんでん虫ころガッシュベルの方。あ、ガッシュベル、ガッシュベルブラザーズの方は、8兆人いるね。あちょっと確認してもらっていい？はい、すみません。ピッポッパ。はい。Afternoon? Yeah, yes, yes, yes. Yeah, mascara, mascara. The channel name? Channel name? Dendemus Brothers? Dendemushi Brothers? Or Dendemushi Gatchba? Dendemushi Mushi Brothers? Brothers? Yeah. How much? Horseshoe. Wow. $1 million.$1 million? Okay, yes, let's go. Okay, sure. 2 weeks. Oh. 2 days? No. Busy. 2日後? Yes. Oh. 2日後? なんとかします。はい、行きます。Okay, but many money. $7 million. Okay, sure. Welcome. Bye.オッケー、報酬が7倍になりました。7000ミリオンダラーズでしょ。7億。ここ空いてる？空いてるけど空いてない。じゃああんたみたいな芋臭いのと一緒にいると私も一緒って思われるでしょ。そんなこと言わずに仲良くしましょうよ。そんなとあっしゃるね。当たり前でしょ。でも食べてるものがハイカロリーだわ、心配。これどこのおしゃれなジャケット。ふみえともこ。ふみえともこ、高いとこだ。すごいな、私新宿区の山田ってとこで買ったから。
待って、よいしょ、暑いね暑いね、暑い、まだコーヒーしかない、あ、投げるわ、え、くれるの、ありがとう、食べたことないでしょ、見たこともないじゃない、うん、漫画で見たことあるけど暑いねいただきます、But let's get personal now. Do you like the guys in the US? Do you have boyfriends? Ah, boyfriend. Many, many boys. Boys. Boys, boys, boys. No, 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 no. Heartbreaker? Yeah, busy. Heartbreaker? Yeah. Yes, yes. Busy. Busy. Yeah. Mm. I have a boyfriend in my back. In my back. Oh. Hands back. Yeah, 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 yeah. You have a boyfriend? Boyfriend. But, wow, 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 wow. No, 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 no. No, no, no. Shabbat. No, no, no. Shabbat. No, no, no. Yes, boyfriend. Yes, boyfriend. Look, look, look. Yeah. Yes. Wow. Wow. My boyfriend. So best boyfriend. Yeah. Always around. めっちゃ笑ってるわ。そう、イケメンがいいんだよね。いるよね。キーチルの。キーチルなの、イケメンいるの。やめなさい、もうきっとね、22歳とかなの。うん、そこのイケメンはさ、おいくつ？は22ですね。ほら！もう私大体わかる。あ、そう。ごめんね。兄弟？あの女の子と兄弟？あ、ねえねえ、そっくりでさ。かわいいんだから。ね、兄弟でよかった、お母さんに似てるね、もうそれ娘さんとお母さんほんとそっくりね、イケメンだね、またこりゃ、え、いつもここのお手伝いをしてるんですか、そうですね、はい、偉いね、自分は結構入ってます、そうなんだ、まあいいね、そんな立派な娘、息子さん欲しいね、息子さん欲しい、だからうちらが小6の時の幼稚園生ってことでしょ、やばすぎて飛んでるからね、あ、ごめんね、いいんだけど、ごめん、なじまいいよ、いいよ、いいよ、大丈夫、いいんだから、いい、そう、忘れちゃった、あ、いい、いい、そんなのこぼしてください、全部全部こぼしちゃってください、いっそのことね、餃子マジ美味しかった、餃子うまいよ、まだある、最高、まだあった、誰に似てるって言われる、自分ですか、うん、特に言われないですね、嘘、でもだいぶイケメンだよね、うん、いや、全然モテるでしょう、彼女いるの、彼女は、はい、うん、残念、いいよ、もう帰って、ありがとう、今日はありがとう、彼氏はいるんですか、彼氏はね、いるよ、ごめんね、ごめん、もう同棲してる、ごめんね、うん、かっこいい彼氏がいる、ごめんね、ごめんね、ごめんね、申し訳ない、もうちょっと早く出会えたらね、ちゃんは彼氏いる？あ、います。いるの？あ、そう。あ、やっぱり美男美女だからさ、ほら、どんぐらいお付き合いして？1年半くらい。わ、長いね。同じ高校？そうです。今遠距離。嘘。そうです。どことどこ？茨城。茨城っつったら野球で。この辺か。いやね、絶対野球部だと思った。めっちゃ野球部ね。じゃある。なんか野球部の男の子と付き合ってそうと思った。いいな、顔見して、彼氏に、どうせハンサムなんでしょ、そんなことないです、いいな、うち野球部の人と付き合ってみたかったの、はい、うち野球部めっちゃ好きだった、3人ぐらい好きだったけど、実らず、何、もっと野球部、静かにしてください、そうそう、よくあるじゃん、写真詐欺、マッチングアプリの問題で、問題、そうだった時は会うって結構さ、時間も体力も使うやん、うん、でもそれでみんなはやっていくらしいよ、写真詐欺っていうか、え、全然違うじゃん写真撮って、うん、その友達がね、うん、あのやってる子がいて、うん、でもそれでもちゃんとデートするんだって、え、してちゃんと中身を知ってやっぱりこの人じゃないなってなっても、その繰り返しらしい、だから本当に根気が必要らしい、何十人何百人って会ってやった、そうだよね、そうだよね、夜ご飯とかだけだったらなんとか、うん、まあ、ご飯食べて解散だけだったらいいかもしれないけど、じゃあ今日水族館デートしましょうってなってて、確かに、どうする、体調悪い、なんか頭痛い、あ、まだ出会ってない、待って白のメッシュ
このキャップ高橋さんですか？リカです、リカ。パチンカ。え、多分違う。高橋さんですよね。いや、やってないです。青のキャップ、白の T シャツ、金のネックレス、薄いグリーンのパンツ、高橋さん。え、誰ですか？それに、今日中指に赤の リップつけてきてって言ったよね。高橋さんだ。え、違います。え、これ絶対俺のなりすましですわ。え、どういうこと？最悪通をつまきねに。同じようなことしたなんか、なんか新しいこと若者言葉でしょ。そうそうそう、あんたが持ってきたんだよ、平成フラミンゴに。わかんのかんのかんのみほをね、輸入した。そう、だから私はさ、あんたじゃないの、友達といる時もさ、わかんのとか言っちゃうの。大迷惑ですでしょ。ちょっと待って、なんか安定しない。なぜやめて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 、なぜねえ、ちょっと何よ。編集はするの？じゃあちょっとデザート食べようよ。言いました、こいつ、こいつ言いました。どっちが悪いですか？ほら言った、さっき聞いたよ。みんなカメラ回ってない時にさ、この人なんか、なんか食べたくなっちゃいそうだから歯磨きしようとか言って、意識高い女みたいな耳マッサージとかしてたし。私たちこんな姿じゃん、今。もうほんとなんでって思われるかもしれないんだけども、一応私たちすっぴんは恥ずかしいものだと思ってる。一応ね。一応ね。そう、うん、人に見せるものではないなというか、一応ね、恥ずかしさは持ってる。そう、持っている、うん。持っている上で、じゃあどうして YouTube ですっぴんを出しているのかっていうところですね。うん、それはまあ正直、今この空間にいるのはリホと私だけであって、そうですね。感覚的にはリホにしか私のすっぴんを見られてないっていう感覚なんですよ。うん、だし、こうやっぱカメラを越してる、カメラ越し、はいはい。だから恥ずかしさは若干減るよね。減る減る減る。いただきます。そう、いただきます。うん、それ全然いいですよ、と。うん、なので、あの、私たちはすっぴんをさらけ出して、日々、活動に勤しんでいる。っていうところではあるんですけれども、その、まあ、逆にですね、こう、街に出た時に、うん、視聴者の方がね、気づいてくださって、うん、声をかけていただくことがあるんですね。うんうん、で、まあ、こんな状態で、恥ずかしいと。うん、だから、今コンビニ行ってきて、うん、まあ、まずね、うん、外から、うん、えってこう、うんうん、こういう感じになっている男の子2人組がいて、入店と。おっと。まあ、じゃあもう、あ、まあまあ、違うでしょと、うんうん、私たちじゃないよ、ね、だろうよねみたいな。そしたらこうこちらに来てて、あれあれあれ、どうぞどうぞってやって、まあ、あのコンビニの中で鬼ごっこなしちゃう。決してその男の子二人組に言いたいとは、うん、違うぞと、そう、見られたくないぞと、うん、うんうん、できたらこう万全のところにお話したいよね。しかもこれね、そう、これね、もう本当申し訳ない、正直ね、夜だし、うん、コンビニ誰もいないかなと思って、うん、軽装で行ってしまった。うん、いつどんな王子様に出会うかわかんないっていう、そうだから、本当そうだよ。それでまあ鬼ごっこしてて、うん、まあ、結構ラチが開かない感じになったんだよね。ずっとお互い硬直状態。ここと商品棚を挟んで、こことここみたいな感じで。本当にごめんなさい。本当に。本当すいません。なんか話しかけられるのが嫌だっていうより、うん、あの、まあ、話しかけられるのが嫌だ。そうです。そうなんです。さすがにやっぱりこの生まれたて、やばい、本当にすっぴんの時は誰にも見られたくない。わかるわかる、うん、で、逃げてしまいました、うん、本当にすいません、ごめんなさい。で、一回こう、これ膠着状態だねってなって、うんうん、一回出ようとなったのね、うんうんうん、コンビニをで、出て、
戻ってきたら、うん、あのその男の子二人組、ま、鬼鬼がいなくなってて鬼に勝った鬼に勝った第一条鬼ごっこには勝ったよ勝った、うん、でよしじゃあ鬼もいなくなったし買い物しようかってなったらすごいなんか身長高い男の子が入ってきて、うん、結構若い系のね、うんうん、まあ超イケメンだったのよ、うん、だから普通に視聴者さんじゃなくても、うん、うちらも知らなくても、うん、イケメンに見られるのって言ってたじゃん何この、うん、汚い格好になっちゃってみたいな、うんね、ってなるかなと思ったから、うん、後ろ向いてね氷を見てる人なんですか、うんうんうん、ね氷興味ないけど、うんうん、でうちら氷見ててうーん、ぬか氷もあるけどまあまあでもうちらの子なんか知らないだろうなっていう、うん、確認、うん、生意気だね生意気第1回からちょっと怖くなってたから、からまさかねみたいなまた鬼が払われたのかなでこうふっとねって見たらうちがねこう確認したらこう、うん、笑顔でこっちをこうえあれと第2回戦のまたでも遅かったよねもう遅かった距離で言うと本当にもうリオ踏んだらもうその棒よここだったでも、もう、あって踏みた瞬間タッチうちらひたすらすみませんって言ってた別に悪いことはしてないほんとすみませんもう顔ずっとすみませんほんとすみませんそんでさ、一回戻ってきたでしょ今、うん、ね、もうお菓子買ったっつって、うん、あら炭酸が足りないとか言ってじゃあ買いに行きようっつってまたコンビニ行って、うん、そしたら、エレベーター降りた時にね、うん、カップルがいて、うん、んってこうねあれって思って、ふっと見たらね、うんおって第3回戦がなコンビニに入って、うん、うちらおろしおろしって言って、うんうん、おろしを購入して、うん、コンビニの中に入ってこられた、うんうん、でもうちらもう購入済みだったからそうそう出てって、うん、ホテルの下にコンビニがあるタイプだから、うん、コンビニから直接ホテル入れるの、うんうんうん、そそくさとね、うん、ホテルの中に入ってこうエレベーターに、うん、呼んでたら、うん、後ろから来てで、後ろから来てるぞ、エレベーターを呼んで、うん、まさかねと思って言ってみたら、こう、こう来てて、後ろエレベーターすんの来ない来てくれない乗れっつって持ってる、すまるすまるすまる明日化粧してる時に出会えたらいいな本当に謝罪したいできたら一番綺麗な姿だよね一番綺麗な姿を見てほしいそう、そうなのね僕 LINE とかわかんないからあ、住所ですか、うん、わかりましたじゃあ、うん、どうしようかどこ住んでんの、ほんで私、実家が川崎で川崎はい、実家に川崎に送ってもらおうかなせっかくだから実家に送ったんだって、どうやって持ってくのあ、いつも母が心配で来るんで、その時に持ってく持ってこれんのはい、全然でもだって、ほら、さきちゃん家に送った方が早くないいっぱい重いよ、母さんもそんな確かに、うんいいか、住所どうしよううん、どこなのあの、ですのそうです。ね、一丁目？あ、そうです。あ、え？はじめましてですよね。うん、初めてだよ、僕は。そういうの分かるんですか？今ほら、なんか、Facebook とかやってるでしょ？やってないです。でも、Facebook で見たよ。位置情報オンになったからね。でも、いそうじゃない？強引に、うん、とか、なんかその、酔った勢いでなんかこうとかは全然ありそう。ありそう、ありそう。おっとっと。ですね。こういう思考が出てくるってうちらさ、男でおじさんになった時こういう風なおじさんだったかも。独身で。絶対そうだよ、ね。おっとっとポインとか言って。きつ。きつおじさんやんもうそんな。ゆめゆめって。ゆめけゆめゆめ。おじさん油。本当やだ。よかったね、女で。まだ。よかった。うん、でっか。でも、おでっか。すごい、なんか、よかった。うん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 。あっちから聞こえてさ、なんか環境してびっくりその声でしょ。老婆の鳴き声って怖い。ガチで怖かったんだけど。怖いね。なんかもう本当ね、私たちのチャンネルってこんな感じです。はい、なんか、うん。
でもないです。すいませんでもないです。何ですかね、この何だったんだろうっていう時間そうを過ごさせてしまう、しまうというか、させてあげている。急に上から。なんか過ごさせてやってる。やってる。肯定しちゃうね。自分を 100% 肯定しちゃうと、まあそういう言い方にはなる、まあうん。ごめんね、そういう言い方したくない。はい、したくない。なんですみませんと思ってます。まあ、思ってないけど。思ってはない。ストーカーテレフォンちょっとします。ちょっとかけちゃおうかな。はい。ストテレかけました。あ、もしもし。うん、どうした？お疲れ。今どこ？今仙台。あ、え、あ、そうなんや。ちょっと今日始球式なの。あ、そうなんや。え、電話大丈夫？そう。うん、どうしたの？まだ勉強中。そうか。じゃあ無理か、会われへん。その仙台へも。今日？はい。そうだね、仙台。9時までイベント。9時？なんだ、どうしたの？いや、なんか会われへんかなと思って。あ、シンプルに？うん。可愛いんだけど。ありがとう。明日帰るよ、明日。いや、明日ちょっとあれやな。明日じゃもう遅い。明日も今日じゃなきゃいけないんだ。そう、今すぐ会いたいと。何やつ？いやその、無理。寂しくなった感じみたいな。いや、でもほんまそんな感じかも、でも正直。あ、そんな感じなの？どうしたの？なかった？いや、ちょっとなん、うん。とにかく会いたいっていう感じやねんけど。え、何もないけど会いたかったの？まあ、厳密に言ったらそうやな。気持ち悪い？え、無理なんや。無理やね。え、もうどうにか早くならへんすよ。無理やろ、分かったよ。仙台来たら会えるよ、きっとね。あ、ほんま？うん。仙台か。うわ、でも遠いしな。遠いよ、そりゃそうだよ。うわ、もうだから開始10秒で諦めてくれるよ、普通だったら。いや、みんな、いや、なんとかなるのかな。だって投げて、だってその後試合別に見ずに岡田と、岡田見たらいいって。恐竜の着ぐるみ着てレースとかすんのよ。それなん、いけるやろ、他の人でも。恐竜の着ぐるみ着てんねんから。着ぐるみ着てんねんから別に。今日じゃないといけないの？いや、今日じゃないといけないって、うん、すぐその会いたいとか一緒の空気吸いたいというか。何それ無理。そうしたいよ、私だって。ほんまですか？私と仕事どっちが大事なのって状態でしょ、これ。あ、そう、まさに。要は、あ、そう、関するど、まさにまさに。そりゃさ、私だってさ、あんただっていたいよ。でもあんたが大事だからこそ、ゆえの仕事も大事ってこともあるでしょ。比べる土俵じゃないの。確かに。まあまあまあ、わかった。ありがとうね。ごめんね。帰ったらほら、何やかんやしようね。確かに。うん。リオもいるよ、今、ちなみに。あ、ほんま？うん。うん、ちょっと待ってて。はい、お願いします。おかちゃん。何？無理？会えない？会えない？今言われたやろ、その2個に。うん。諦められる男はさ、嫌われるよ。そう。ね、逃げてくだけ。どっちかだけでも。分かる。だから、私だってそうだよ。私だって会いたいよ。分かってる。ごめんね、お母ちゃん。私のせいみたいにしないでは会えないの。ごめんね。僕も結構、なんだ、ヒートアップしちゃってるから。あ、落ち着いて話した方がいいかも。私がちゃんと話してるから。はい。お母ちゃん、わざと会えないようにしてるとかじゃないじゃん。大丈夫。今、話してるからね。落ち着こう。しかも本当にそうなの。ね、お母ちゃん、話しておくし、はい、うん、お母ちゃんも一旦落ち着こう。ああ、その愛さんちょっと愛がちょっと強すぎて迎えに来てくれればいいじゃん、自分ばっかさ、来てきてばっかり、うん、すごい女ちゃんばっかり。はいはい、うん、そう、すごいわかるの。結局そういうさ、うん、来てみたいな、会いたくなった時だけに電話してさ、うん、そうだよね。何それ。そうだよね。聞いちゃうんだ、うん、え、はい、ちょっとヒートアップしちゃってるから、お互いね。ごめんなさい、ちょっと、うん、お母ちゃんも一旦冷静になろう、うん、はいで、やっぱ二人の喧嘩って結構いつもヒートアップしてこう大きくなっちゃってる。だって分かってくんないんだもん、うん、それでさ、うん、筋違いなこと言われたらさ、それイラッとするよ、うん、そうだよね。私なんて最初は冷静に話したよね、はい、お母ちゃん落ち着いて、最初から。分かる。お母ちゃんも分かる。僕は落ち着いてます。落ち着いて、お母ちゃん一回黙ってもらえる、はい、ね、大きい声出さないで。いや、僕はもう出してないです、落ち着いてます。お母ちゃん、はい、そういうとこあるから、あの、勝手なってこう、そう、怖いから、普通に。いえ、勝手なってない。冷静に喋れませんか？いえ、だいぶ冷静です、僕は。あ、もう、会えないってことですね。お母ちゃんの気持ちも分かるからさ。はい、はい、そうだけど、うん、ちゃんと話そう、うん、なんかその、なんかさ、はい、会えないがしょうがないじゃん、まず、うんうん、なのになんか、はい、そうなんだって。なんか、おこんの仕上がない？いえ、おこちゃん寂しいんだよね。そうだよね。そう言えばいいじゃん、だったら可愛いねでさ、会えた時じゃん、はいはい、もっとさ、ちょっと言い過ぎかも。え、私言い過ぎかも。そっち？いや、俺何も言ってない。一回落ち着こう。どっちに言ってんの？どっちに言ってんの？二人とも落ち着こう。いや、俺落ち着いてんの。大きい声は出さない。いや、大きい声に出してんの。びっくりしちゃうから、こっちも。いや、私も責められてる気持
ちになる。いや、ずっとロートーンやから何にも攻めてない、だから平常心。キーってなるのやめて。え、キーってなるのやめて。いや、なってへんやろ。ブルーって言ってるから。いや、それは携帯の問題よ。ヒステリック、どこがやねん。こっちは冷静なのに、ずっと逆やろ、めちゃめちゃ。本当に嫌だ、めちゃめちゃ逆やな。嫌だ、嫌だって言われた、嫌だって言われた。直してくれないと結婚は考えられない。結婚とか言ってる。やっぱもう8年も付き合ってるとさ、うん、ね、分かるじゃん。だいたいお互いこう言えばさ、こう言ってくれるなとかさ。え、その、え、2人で喧嘩してるってこと。ごめんね、大丈夫大丈夫、お母ちゃんに私がちゃんと話しとくから。イベント前なんだけど。あ、すいません。ニコニコしてたい。はい、申し訳ない。イベントのことだけ考えてたい。そうだね、そうだね、今は。そうだよね、すいません。 そうだね、それが私の仕事の流儀。はい、うん、今から、うん、ファンの子たちに会ったりするから。 そうなん、あんまりこうなんだ、刺激的なことはお母ちゃんもこうキーってなるのやめてほしいし。なってないんですよ、ずっと。あんまり刺激するようなことは言わない刺激方がいいかも。ちなみについた、どうだろう。え、今日は会えないっていうのは納得いった。あ、はい、わかりました。大丈夫、大丈夫。うん、ちょっと私が話しつけといた方がいいね、これ。ごめんね、落ち着いて。うん、いい、落ち着いてんの俺。じゃあ、うん、大丈夫、任せて。はいはい、お願いします、うん、その辺。またあの東京帰ってさ、3人で、うん、はいはい、しゃぶしゃぶでも行こう。しゃぶ、はい、しゃぶしゃぶ、何でもいいよ、イタリアンでもいいし、お寿司でもいいし。お寿司でもいいよ、うん、はい、一回話そう、みんなで。しゃぶしゃぶ珍しいです。ごめんね、なんか、はい、うちも結構カッとなっちゃってね、うん、はいはい、すみません、すみません。最後話す。いや大丈夫、今日、今は反省して。そういうとこだよ、ごめんねって言って。こうちゃんごめんねって言って。はい、ごめんねって言える。はい、ごめんね。ごめんね、どういうこと。ごめんなさいじゃない。いや、ごめんねって言えって言ったから。西もちゃんとカットなりする、ね、すごい反省してると思うから、ちゃんといつもの呼び方で謝った方がいいと思う。じゃあ、こったん、はい、こったんごめんね、愛してるで、いい、一緒で。はい、コッタンごめんね、愛してる。コッタンごめんね、愛してる。いつもの2人のさ、掛け声。せーの、コッタンごめんね。じゃあ私はコッタンじゃないから。え、ニコッタンってことじゃん。ニコンツェルでしょ。ニコンツェルって何、会社。ニコンツェル、ニコンツェル、コンツェル。言って早く、もう時間ない。会社や、コンツェル。せーの、ニコッツェル、コッタンごめんね、あれ、愛してる。愛してる、はい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあまた連絡するね。はいはい、お願いします。じゃあね、じゃあね、はい。一瞬むっちゃ嫌われた、なんかめっちゃ強いやん、なんか仕掛けられてるみたいになってたやん。結構彼氏と喧嘩したらさ、私が間に入るからさ、うん、そっち。そっか、大変、すぐ喧嘩するのこの子。あ、そうなんですね。でもうちいつも悪くなくない。いや、そう言うけど、うん、私はそのコッタン、コッタンとも仲がいいから、もともとね、わかるけど、そういう意味で言ってはないと思う。別にうちが悪くないこともうちが悪いみたいな言い方されるから。え、でもコッタンこの間2人で飲んだ時に、え、2人で、2人でっていうか全然飲んじゃいけないよ。あ、はいはいはい、全然もういけいけいけちゃう、いけいけ、全然全然もう一刻もできないから、ね。一人ずつ、あ、はい、ありがとう。
書いてる。かわいそう。母親か。ありがとうね、ほんと。何し下まで行き過ぎや。ありがとう。家にちまっとたい。りたい。ありがとう。なんでなぞりたい。せっかくだから。なんでなぞんねん。綺麗すごい。早速お便り見ていきましょう。それでは最初は、ラジオネーム、わしも28歳。矢印、わしは今日で29歳。なんからと。小学校教員生活も早6年目。何年経っても慣れません。家に帰ると、ちょっと厳しくしすぎたかなとか、あの時ああしてたらよかったなとか、一人反省会祭りです。あら、ニコちゃん、ニコちゃん、小学生時代にあの先生素敵だったなという先生はいますか？またその方はどんな先生でしたか？素敵な先生になれるように頑張ります。わー、すごい。小学生やつね、今日なんかさっき、楽屋でなんか電話が鳴って教員になられた。あ、そうなんですよ。なんか私も教員をね、うん、若干目指してた時期が1ヶ月ぐらいありまして、うん、あと教員免許を持ってるんですけど、うん、その時にあの派遣で教員を募集してるみたいな、そういうあるんですよ、はい、県センター、うん、教員限定の、ね、そうそうそう、ちょっと無料金にどうだって、はいはい、それに登録してまして、3年ぶりぐらいかな。さっき本当にメイクしてる時に分かってきてどうですかその場みたいな。今何の仕事されてるんですか。教員やってます。あ、そうですか。専任ですかみたいな。専任でもガチみたいな、うん、その学校のガチ、うん、上級で専任でやらせていただいてます。適当なことばっか言ってるから何言ってんだろうと思って。そしたらなんかその人もさ、すごい差し支えなければ、あのどっちかの学校でそう聞くもん。そうされてますかって言われて。ね、ごめんなさい、ちょっと言われたんで、ちょっとあの、そうそう、ごめんなさい、すいません、ちょっと来てます、ごめんなさい、今行きます。うん、ね、びっくりしたよね。まだ持ってくるかって。そうそうそう、もうなんか、あ、そうでしたか。そう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 、悪かと思ったよね。言ったのも3年前で私。あ、そう。もう自由業やってます。あ、そうなんですね。まさかユーチューバーなんていないから。まだまだかっていうね。そんなこともありましたね。タイムリーだった。あと本当にさっきね。どうですかね、解消されますでしょうか。グーグー、あ、どっちかグー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 グあ、ごめんなさい。
ジェンコート広くないから、はい、気をつけて、はい、すいませんお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。先輩からのボールはワンバンです。